飯山かける和也、飯山かり氏、YouTube 制限は言論弾圧。和也氏、広告剥がされて動画非公開にしただけでは、ここは和也氏に同意という動画で、飯山かりさんの制限は言論弾圧という発信に関して、和也氏に同意したことをご紹介しました。さらに付け加えると、YouTube と言論弾圧、飯山あかりの怒りチャンネルの事例という和也氏の動画で、メンバーシップ開始の布石では?と予測されています。おいおい、陰謀論じゃねえのそれ、とも思いますが、妄想想像憶測としてはあり得る見解と感じます。そんな和也氏の動画を引用して和田議員が衝撃的なツイートをされました。有馬哲夫さん、情熱家さん、和也さんは保守論壇を牽引してきた通り事実に基づく投稿をしている一方、 X で私に対し質問回答答えているのに答えてないとストローマン論法、説明せよすでに繰り返し説明には細かく対応できないので動画でアップしていく。常年司さん、和也さんとは10年来の付き合いで、それぞれのネット番組に出演してきたし、発信もずっと見てきた。全く意見が一緒というわけではなく、和也さんは私の盟友、年上ですが、の青山茂春さんの支援者たちと一時期激しいやりとりがあったが、一週間前にやりすぎたと謝っている。有馬哲夫さんは、LGBT 法などで意見は異なるが、現代史研究者として、早稲田大学院教授として書かれた慰安婦問題の嘘や、WGIP、NHK 問題の著書など、資料や公文書から読み解き、明らかにしてきた数々の著書を読んできた。冷静に事実をもとに発信することが、SNS 上でどこまでも重要である。とのことでした。私が気になったのは、和也さんは私の盟友、年上ですが、青山茂春さんの支援者たちと、一時期激しいやりとりがあったが、一週間前にやりすぎたと謝っているというところです。まずは和也氏が支援者と激しいやり取りになったのは、和也氏が青山議員に対して爪を剥がされても言えないなどと批判を超えた嘲笑を始めたことが原因でした。それは2019年4月の批判覚悟で言いたいことがあります、やはり多くの方が同じように考えていたんですね、という動画が発端でした。青山議員は批判に対して反論などしておらず、一方的に批判を執拗に続けたため、青山議員を支持しない方も含めて擁護する方が多数出た形でした。激しいやり取りはお互い様的な意味合いであればどうかなというのが私の見解です。それはそれで和也氏の嘲笑は言論の自由の範囲だったとしましょう。ただあの動画は謝ってないですよ。 1. 動画タイトルが文字通り謝っていない。まず YouTube で和也謝罪で検索しましょう。あれ、動画出てこないですよ。検索ワードが悪かったようです。和也謝りたいで検索してみました。そうすると一番上に出てきました。謝りたいの意味はこちらです。謝りたい、読み方、謝りたい、謝るの連用形である謝りに希望の助動詞たいがついた形となっています。つまり謝っているは和田議員の事実誤認です。謝ろうと希望しているが正解です。謝ろうとポーズを見せただけであり、まだ謝ってないとも言えます。和也氏がリアルで誰かに謝ったのかなとも考えましたが、和田議員は支援者たちと一週間前にやりすぎたと謝っているとおっしゃっています。支援者たちなので不特定多数、動画等の発信を指していると考えます。ただ和也氏が日本語が弱くてタイトルを間違えただけの可能性もあります。次の理由がなかなか衝撃的です。2. サムネがやゆ。サムネをよく見てください。青い山が背景にあります。これブルマンという青山議員を批判する界隈でよく使われる別称です。つまり和也氏の言う犬笛に近いものがあります。彼のファンに対して本当は謝罪してないからね、相変わらずバカにしてるよという示唆になります。3. 激しいやり取りに関しては謝っていません。例えばこのシーンですが、和也氏は激しいやり取りに関しては謝っていませんでした。青山茂春議員支持者に謝りたい。アメリカ大統領選挙と青山茂春議員の件については結構レスバをやってしまいました。これは本当に僕が未熟だったと思いますね。やっぱたくさんちょっとね、いろんなことを書いてくる人がいるし、それでイライラしてで反論するとやっぱ強い言葉が出てしまったりだとか、でそういう強い言葉が抗議されてめっちゃ不毛だった。論理的には間違ってなかったと思いますよ。大統領選挙で大規模な不正の証拠ってないわけですし、青山さんにしたって不可してますからね。特に青山さんの支持者についてはちょっとね、コケにしすぎだなと思います。それは本当に申し訳ありませんでした、とのことでした。コケにしすぎたことに対してわざわざ字幕にそこはと限定を入れて申し訳ないと言っています。さらに付け加えると、
論理的には間違ってなかったと思いますよ。大統領選挙で大規模な不正の証拠ってないわけですし、青山さんにしたって付加してますからね、と自説の主張が多めです。とても謝意があるように感じませんでした。4. 許してくださいは謝罪ではないのでは？さらに青山議員の批判や支持者は内心バカにし続けることを表明されます。青山茂春議員、支持者に謝りたい。青山さんは今自分の役割を全うしていると思いますね。それは何かっていうと、ネットの保守派のつなぎ止めです。今、岸田政権、自民党に対して様々な批判がありますよね。自民党からすると、こういう状況で自民党支持者が他党に流れたら困るわけですよね。そこで、青山さんの登場になります。青山さんは自身の動画の中で自民党に所属していながら、自民党批判的なもの結構やるでしょう。やっぱ元からその人を引きつけるパワーってあると思うんですよ。支持者は当然として支持者じゃなくてもやっぱり青山さんよく言ってくれたと思うんじゃないでしょうか。岸田政権自民党にも不満はあるんだけれども、青山さんがいるから青山さんならやってくれるんじゃないかという期待感が生まれてると思います。今なんてね、青山さん総裁選に出るとまで言ってでしょう。支持者は盛り上がりますよね。それで自民党を中から変えていくためには自分の影響力を増やしていかなければいけない。そのために党員になってくれと促すわけですよ。自民党からするとこんな素晴らしい人はいないと思いますね。青山さんがこれ、例えばですけど、40代で衆院当選3回もしくは4回とかだったらめちゃくちゃ警戒されていたと思います。ただもう70過ぎてますし、参議院です。これ別に参議院バカにしてるっていうわけじゃなくて、やっぱその総理大臣の流れ、大臣とかね、その流れ見るとやっぱ衆議院だし、まあそういう状況なので、やっぱ党内から警戒されにくいっていうのもあると思うんですよね。以前は自民党が嫌いだと言っていた青山さんですが、もうね、普通に見ると染まってますよ。ただこういうこと自体、やっぱ熱心な支持者からするとちょっと受け入れにくいものなのかもしれません。そういう人がこうなんかいろいろ変えてきた時に僕がめっちゃバカにしてたっていうね、それをね、すごい反省してます。今後支持者批判については控えますので許してくださいとのことでした。めっちゃバカにしてたと侮蔑の気持ちを再度表明した上で、今後支持者批判については控えますので許してくださいと締めました。謝罪の場で許してくださいって普通言いますか？何かやらかした時、謝罪することはあり得ると思います。その結果お許しいただけるかどうかは相手に選択肢があります。謝る側から許してくださいと相手に行動を促すのは非常識ではないでしょうか。以上、1から4から和也氏は謝罪していない、少なくとも謝意がないと思います。批判コメ鬱陶しいからもうやめてね、という意味でしょう。ではなぜこんな動画を作ったのかを想像妄想を憶測します。 5. ガス抜きパフォーマンス。和也氏は守る会を改憲派パフォーマンスと批判しますが、それをご自身でも意図的にやっていると思います。私の推測の元は常念さんのツイートです。本件は私が井上先生と変わらないと指摘して以降収まってると認識してます。1年以内に繰り返している事例があればまた指摘しますのでご提示くださいとのことです。常念塚さんは SNS かリアルかは分かりませんが、和也氏に井上先生と変わらないと指摘して以来収まってると認識しているとおっしゃっています。これ思い当たることがあります。和也氏は以前、和也チャンネル GX で支持者から爪はがなどの揶揄のスパチャがあった時に一緒になってバカにするのが恒例でした。やゆが出た爪歯川に落ちる和也&和田氏、9月2日前半和也の意味深な話感想、やゆが出た爪歯川&アンチいない9月9日前半和也の意味深な話感想、例えばこれらの動画でご紹介しました。これは2020年の9月です。しかし2022年6月の和也チャンネル GX あたりからやゆコメントをスルーするようになりました。初展開和也氏やゆコメントを華麗にする何があったのか、二度目の展開、和也氏、揶揄コメントを華麗にする何があったのか、これらの動画で当時ご紹介しました。ここは常念さんのおっしゃる通り、だいぶ収まっていると思います。そしてさらに、2023年11月19日に常念さんが先ほどのツイートを出しました。その1週間後の11月26日に、和也氏が、青山茂春議員支持者に謝りたい、という動画を出します。ここは意図的な連携か、犬笛かは分かりません。ただ和也氏の実際は謝っていない動画になっていることを考えると、私は後で謝罪はネタでした
につなげる前振りと感じています。謝罪はネタだった、え、あの時の感動は何だったの、常念司さんのツイート感想という動画でご紹介しましたが、常念司さんは謝罪はネタでしたというお家芸をお持ちです。ここで爆弾発言、あの謝罪動画はネタです。 YouTube 派の友人に謝罪動画は YouTube の定番、スーツは基本と言われたので実行しました。ガラケーな方はそれをご存知なく勝ち誇った次第です。バカな右翼って要は極右のこと、右翼と世間で言われている人の大多数は保守ですし、バカではないです、とのことでした。和也氏も同様に後日このようにツイートすることも可能です。ここで爆弾発言、あの謝罪動画はネタです。人生の先輩に謝罪動画は YouTube の定番と言われたので実行しました。情弱な信者はそれをご存じなく勝ち誇った次第です。青山さんは相変わらず孵化してるガス抜き要因、それに気づかないでお幸せですね、などと言いそうなものです。すいません、これは完全に私の捏造です。最後に、私和也氏が謝りたい動画を出した際は真摯な謝罪であれば事実通りご紹介したいと思っていました。でも中身を見て、あ、これは謝ってないなと感じて、当時このようなツイートをしました。これタイトルも謝りたいで謝ってないし謝罪してる風の煽り動画でしょというものです。それはそれで和也氏の歩み寄りの一歩だろうとも考えて、動画などで扱うのは実は控えていました。しかし和田議員のようにマジで謝ってると解釈される方もおられるようなので、私の解釈を改めてご紹介しました。事実を申し上げます。和田政宗議員、和也氏は謝りたいと希望を述べたんです。謝っているは事実誤認ではないでしょうか。健康君はひねくれてるから困ったもんだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。